ちは。こんにちは。大谷翔平選手が手術、はい、よかったな、はい、成功したということで、まあ、成功したということ、はい、まあなあ、ちょっと残念だったけどね。まあそうですね、シーズン、まあ、途中でというか、そうだな、はいはいはい、でもまあ40発40、はい、10勝、はい、まあ、してるしな、はい、すごい成績だな。あとはホームランを、まあ、取れるかどうか、ホームランになってしまうんですけれども、はい、はいはい、ここからはまあでも大丈夫じゃないかと思うけどね。大丈夫ですかね、うん、そこ願いたいにね、まあ、そうだな、ですけれども、はいはい、でまあね、今回トミジョン2回目で、はい、しかも自分の靭帯ではなくて人工靭帯ということもあって、はい、復帰が早くなるということで、はい、来年の開幕には打者としても大丈夫、うん、そして2025年の開幕で投手としてというふうに、投手よりも早めに、まあ、例えばさ、はい、俺思うけど人工靭帯でしょ、はい、これ結構サイボーグ的なものだよね。まあ、あ、そうですよね、うん、肩肘とか、はい、こう手術して180キロ投げれるぐらいのスナップがバーンって効くような例えば機械を入れてもいいっていうことなのかね。それ実はオリンピックとかで今物議を醸しているのがそうだね、それなんですよ。その例えばパラリンピックとかで普通のそのオリンピックの選手よりもやっぱその人工のもので速い記録が出てしまうってなった時にどうなるんだっていうことも実は物議の一つにはなってるんですけど、でもそれは科学的な素晴らしさの立証にもなることはなるよね、はい、もちろんその側面もあります。そうだね、ただそれをあえて怪我もしていないのにやる選手が出てくるっていうのもまたどうなのかっていう、まあ、はい、問題にはなる。まあ大谷選手はね、もちろん靭帯がっていうことがあったので、損傷が、いや、それだったら俺もこう入れて今からもうこれだけでパンって投げたら、うん、いや、そうですよ、180キロがパンっていくような、そしたら何億つけてくれるのかねそうですね、いやいや本当に、いやだからすぐメジャーリーガーとして絶対来るよね。もちろん来ます、180でもうフィールディングは無理ですみたいな投げることのみなら行きますもんね。投げることのみバンって投げたら180がビャーンっていくってなったら、いやもうどうなの、まあ、大谷選手のその740億ドルは比じゃないぐらいになりますよね。なあ、はい、まあ、でもね、今回実行実態ということでちょっと復帰も早まって良かったですけれども、はいはい、まあね、まあ、日本中が良かったなっていうムードになっている中、はいはい、ちょっとアメリカは今物議を醸している、まあ、賛否両論の比企の方が多いんですけど比っていうのは日本寄りっていうことでしょ。もちろんです。そうですよ、はい、まあ、大谷選手のその年俸の740億円が見合わないというふうに言った方が、700いくら、740億円ですね、5億ドルなので。何年契約、それ何年契約とは全く書いてないんですけれども、うん、もうね、もう分からないもうそれだけもらったら十分だろみたいな思うけどまあそうです、まあ、代理人がね入ってくるとまた分からない、全然価値が分からない、桁が違いすぎて。そうですね、分かるか、全く分かんないです。いくらだったら OK だと思う。わかんないですね。わかんないよ。もうわかるやつはいないと思うよ。まあそうですよね。まあそんな中でアメリカの著名なコメンテーターのスティーブン・A・スミスさんという方がアメリカのスポーツ専門局 ESPN の番組の中で発言しちゃったことが非常に今叩かれてまして、うん、このスミスさんが740億円もの価値はないと、大谷翔平選手には、うん、まあ、やっぱりその肘の手術を受けて投手として2025年まで投球できないっていうことは、そんな価値は彼にはないというふうに言ってしまったことが、もう総叩きになってましてまあそうですよね、わからない俺はだって740億円がどのぐらいの金なのか、妥当なのかさえもわからないですもんね。わからない。そうなんです。じゃあいくらだったら妥当なのかっていうお金の価値もわからない、うん、ですよね、うん、だ結局そこは、まあ、エンゼルス側と他球団が出す金額によってこれが大谷選手の価値なんだなって初めて分かるというか、だから今の時点では分からないんですよね。まあ、確かに見方によってはさ、まあ、万全な大谷よりは価値が下がることは確かだよね。あ、そうですね、もちろん手術もしてるし、うん、二刀流ではない時期があるということを考えると、はい、まあ、価値が下がるっていうのは自然的なことだよね。はい、もちろんです、まあ、だけど、うん、その能力的なものを考えるとさ、うん、それが安いって思うんだったら、うん、もうちょっと上げてあげなきゃいけないんだろうなっていうぐらいしかわからないよ。でもいくら上げたらいいのかっていうことすらわからない。わかんないですよね。でもそんなお金持ってたって一生使い切れる？切れないです。
あ、ただあとプラスやっぱ代理人が何パーセントが持っていくので、代理人はもう代理人外しちゃいよあの金額が上がれば上がるほど上げたいっていう、ここの思惑だと思います、きっと。まあそうだよな、でも何パーセントだって相当な金持っていけるじゃない。相当な額ですよなあ、はい。プロっていうのはお金がね、その選手を評価する価値だからね、はい、メジャーナンバーワンになるのか。740億円だとそうなるんですよね、投打なので。すごい金額だけどな、はい、だけど価値が下がるっていう言い方が良くないよね。うん、そうですね、価値がないと か、うん、だから大谷っていう選手が、まあ、二刀流っていうことで、まあ、ダブルの価値があるけども、はい、投げれないとは言ってないからね、うん、だからその投げる期間は来年は投げれないけど再来年から投げれるようになるという、その二刀流でもっと活躍するかもわからないよね、うん、だからその可能性に、おそらく、まあ、実績と可能性にお金を出すわけだから、うん、はい、そんな価値がないっていうその言われ方は気に食わないけどね、うんうん、もちろんそうですよ、ね、うん、だから金額がいくらかっていうのは全くわからないわからないけど言い方はムカつくな、うん、まあそうですよね、なあ、価値がないって。いや、価値はあるよな、十分あります。その価値がないっていう言い方がまた嫌ですね。まあそうだろう、だから言い方にムカついて、うん、くよな、うん、金はいくらかわからない。本当正直言って、かんないですね、本当想像もつかない。まあ他の選手のね、まあ例えばメジャーの最高年俸の人と、はい、こうすり合わせて、うん、この上を出すしかないんじゃないかとか、まあそういう算出の方法しか、うん、なかなかないよね。ですよね。あとはそのもちろん二刀流というそのプロ野球のゲームの中での価値とプラスアルファ、例えば球場にどのぐらい観客を呼べるかとか、グッズとか放映権とか、そういうものも付加価値もくっついてくるので、二刀流がその1年間できないからだけじゃないものが彼にはあるんですよね。そう考えるとその価値はないってことはもちろんないんですよね。いや、ないない、やっぱ存在は存在だけで価値はあるですよね。で、うん、そのエンゼルスの球場もその観客動員数は今シーズンはどうやら上昇したそうなんですよ。やっぱりそれは大谷選手、まあ、効果もあるよね。もちろんあると思います。で、一時期あのワイルドカードがどうのこうのっていう、はい、期待を持った時期もあったからね、うん、まあ、お客さんも増えたんだろうと思うけども、うん、やっぱその間でその大谷というのがね、うん、見れるということだけでも価値があるという、はい、価値がなくは全然ない、ね、うん、ないですよね。言い方変えればよかったのにな、うん、740億円よりかは以下のもらう金額かなみたいないや、それよりも1年間投資としての契約はできないわけだから、はい、少し金額は下がっちゃうかも分かりませんねっていうぐらいで言っとけば、うん、価値はないんだよ、あらなんかこうあまり調子にこういい感じに乗って出ちゃったんですかね、その方が。まあまあそうだな、うん、でそこまで延長すると思ってなかったか、まあ、延長してもいいよぐらいに思ってたのか、うん、神に触れちゃいけないんだよ触れちゃいけないところに、ね、禁断のところに触れてしまったみたいな。だから、まあ、そうだな。だからまあ大谷っていうのはもう本当に二刀流ができて、はい、で二刀流の中でもレベルが高い二刀流で、まあ、ピッチャーもバッターも最高峰みたいな、そういう神みたいな人に触れちゃいけないんだよ、うんうん、そうなんですよ持っていくだけ持っていきなさいってそう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 、金の価値に神は評価できないぐらいやっぱすごいよね、うん、そうですよね、うん、今回のこの金額のことについてもそうですけど、やっぱり去就の問題、うん、エンゼルスに残るのか他球団に行くのかっていうのも今シーズンオフの目玉でもあります。エンゼルスが出せるのかな、まあ、球団事情がわからないからね。ただ戦力的にもいろんな選手をもう放出したりとか、トラウトも出るのかもしれないっていうのも記事もちょこっと出てて、もう誰も残んなくなっちゃう中で大谷選手は一体本当にそこに残るのかなっていうのもありますし、まあ、でも大谷はやっぱこう強いチームでやってほしいな、うんうん、やっぱこう一本のヒットが一本のホームラン一勝がもっともっと価値のあるところで、うん、なんかプレーをさせてあげたいなっていうのは思うな、うん、それはありますよね、うん、なあ、せっかくメジャーでやってて、やっぱ松井っていうのはさ、ワイルドカード取って MVP にもなってるからね、うん、はい、それを超えるには勲章みたいな、はい、
まあ、そういうものがやっぱ大谷には今度から必要かなって思うよね。そうですね。もう二刀流としてはもう素晴らしいし、プレイヤーとしたらもう神だから、うん、あとは優勝、うん、そこですよね、だと俺は思うんだけどね、うん、多分大谷選手もやっぱそこなんだと思います、うん、優勝っていう、だからまあ移籍することが濃厚なのかなっては思うけどもね、うん、まあ、どこ行っても大谷は大谷だし、はい、どこ行っても自分のチームにしてしまうぐらいの影響力があるよね、うん、ありますよね、うん、だから価値はあるんだ。そうです、もちろん価値はありますし今シーズンのオフこの金額で契約決まりましたって言った時にこの記者が、あ、すいませんでしたみたいなもしかすると低かったらどうするの、低かったもしかしたらほら見ろみたいな感じになるんですか。低いっていうことはないな、まあ付加価値がすごい選手でもあるのでプラスアルファってことはないと思うんですけれども、まあ、多少の、ね、変動はあるにしても人気があるというかそれぐらい注目されている選手なので、そういろんな付随してこういうことが降りかかってくるんでしょうね、まあ まあ、それだけやっぱりスター選手だっていうことだよね、まあ、そういうことの表れですよね、はい、まあ、でも手術がね本当に良くて、はい、うん、経過も良好だったらいいな。そうですね、そこですね、一番は来年はね、はい、バッター専任ということで、うん、まあ、どんな数字をねバッターで、はい、残してくれるかっていうのも楽しみだし、はい、また二刀流になった時にはね、うん、またピッチャーとしてどういう、ね、活躍をしてくれるのか本当楽しみだね。そうですね、はい、はい。